日本人と果物左側のグラフを見てください日本で最もたくさん採れる果物は何でしょうかこのグラフにもあるように生産量が一番多いのはみかんで全体の約3分の1を占めています2番目はりんごで次に梨が続きます それでは今日本で一番食べられている果物は何でしょうか実はそれは日本ではほとんど取れないバナナなのですバナナの輸入は1903年に始まりましたその頃日本人が最もたくさん食べていた果物はみかんとりんごでしたししかだだんだん みかんやりんごを食べる量が減り反対にバナナの輸入が増えてついに2004年にはバナナが一番多く食べられるようになりました1年間に1人が食べるバナナの量は 5.7kg にもなります手で簡単にむけてすぐ食べられることちょっとお腹がすいた時にも便利で健康にいいことが バナナの人気の理由のようです。問題1次の質問の答えとして正しいものを A、B、C から一つ選んでください。1, 1日本で最もたくさん取れる果物は何ですか ?A、みかん B、りんご C. バナナ。<S 2, 2。今、日本で一番多く食べられている果物は何ですか ?A. みかん。B. リンゴ。C. バナナ。 6日本人と果物左側のグラフを見てください日本で最もたくさんとれる果物は何でしょうかこのグラフにもあるように生産量が一番多いのはみかんで全体の約3分の1を占めています2番目はりんごで次に梨が続きます それでは今日本で一番食べられている果物は何でしょうか実はそれは日本ではほとんど取れないバナナなのですバナナの輸入は1903年に始まりましたその頃日本人が最もたくさん食べていた果物はみかんとりんごでしたししかだだんだん みかんやりんごを食べる量が減り反対にバナナの輸入が増えてついに2004年にはバナナが一番多く食べられるようになりました1年間に1人が食べるバナナの量は 5.7kg にもなります手で簡単にむけてすぐ食べられることちょっとお腹がすいた時にも便利で健康にいいことが バナナの人気の理由のようです。六。日本人と果物。 左側のグラフを見てください。日本で最もたくさん取れる果物は何でしょうかこのグラフにもあるように、生産量が一番多いのはみかんで、全体の約3分の1を占めています。2番目はリンゴで、次に梨が続きます。それでは今、 日本で一番食べられている果物は何でしょうか実はそれは日本ではほとんど取れないバナナなのですバナナの輸入は1903年に始まりましたその頃日本人が最もたくさん食べていた果物はみかんとりんごでしたしかしだんだんみかんやりんごを食べる量が減り 反対にバナナの輸入が増えて、ついに2004年にはバナナが一番多く食べられるようになりました1年間に1人が食べるバナナの量は 5.7kg にもなります手で簡単にむけてすぐ食べられることちょっとお腹がすいた時にも便利で健康にいいことがバナナの人気の理由のようです